どうも、堀です。今回はですね、映画のね、食料がやっと見つかりましたんで、そして、今回はですね、スレッパーの小時計を取りに行こうかなと思います。はい、ということでね、ちょっと途中からの録画になるんですけど、今ですね、3人パーティーで行っております。スタブいたんで、スタブをね、ちょっと処置してから、ちょっと食らったな。あ、まだもう一体いた。もう一体スタブ君は、味方さんがね、倒してくれたんで、そのまま、壁のね、割れ目から、中に入ろうかなと思います。本当はね、音声つけようかなと思ったんで、ですけど、忘れたんで、今回音声は後取りとなっております。痛いな。スナイパーかな？あ、味方さんが倒してくれたみたい。私はちょっとね、物陰に隠れて、様子見ながら、近づきます。ということでね、鍵開けてこようかなと思います。開いてるね。あ、ピーっぽいような、どっちだったこれ。まあ、とりあえずだとね、今私胴時計取り終わったんで、パーティーのね、肩のタスクのお手伝いをしていこうかなと思います。まあ、ついでにね、玉を込めしたいかなと思ったんですけど、ここで玉込めするの危ないな。で、行くか。玉込めしようかな。あ、玉、玉を忘れてますね。あ、まあ、ワンマガジン半ぐらいあるんで、まあ、ギリギリ大丈夫かな。ちなみにね、これのね、ちょっと手前ぐらいの時に、スキアの、アンノンキーのタスクやりに来たんですけど、見事にね、死んだんで、まあ、このレイドの後、アンノンキー取ってこようかなと思います。とりあえずは、帰ろうかな。普通に外周から帰ろうかなと思います。ここにいてもね、危ないんで。渡るとこ間違えたわ。ちょっと線路ね、横をね、軽く経由して。行こうかなと思いますね。で、まあ、道中ね、高台、あそこは敵わかんないんで、今のところ何回か通ってますけど、で、まあ、進化数はちょっとね、まだ危ないんで、行くのやめときます。進化数は入らないで、そのまま迂回して、一応ね、この線路沿いもね、スカブ湧くポイントとなってるんでね、気をつけないと撃たれますね。ちょうど前の鉄塔が見える場所、あそこまで行って、ちょっとそっちあさって帰ろうかなと思います。でも私もね、ちょっとね、モルヒネをね、欲しいんで、モルヒネ探してるんですけど、今のところ、まだ出てないんですよ。
なので、とりあえずはね、まあ、出てくればいいんですけど、まあ、とりあえず、この辺にも隠しが何個かあるんで、まあ、隠しを漁ってね、帰ろうかなと思うんですけど、隠しもね、微妙に、ね、位置変わるからね、カスタムみたいな、位置変わってるのは見たことないんですけど、インチでね、なんか微妙に隠し場所が変わってたりして、ちょっとね、見つけにくいときたまにあったんで、ここ間違えたかもな。帰る方向間違ってますね。なんか、今電車の方に行こうとしたんで、逆ですね。今ちょっとね、パーティーさん、一気勢が多いんで、一応まあ、僕も結構、隠し、ちょこちょこ覚えてたりとかしてるんで、まあそれね、一緒に回りながらやってるわけなんですけど、こことかもね、結構隠し分かりやすい方なんで、これも開けたりとかしてます。ここはね、ある程度有名なとこですね。大体ね、タルコフシューターは私ここで消化してるんで、今回は、いなさそうなんで。まあ、あとあと、タルコフシューター、ゆっくりやろうかなと思ってます。余り物。イベント用のフラッシュドライブかな、これ。とりあえず持って帰りましょうか。でね、結構ね、このね、なんか左の、なんか結構手前の岩に、スナイパー、一応脇ポイントとなってるんで、ここも結構気をつけないといけないのと、まあ、いつもの検問のとこにも、一体湧くので、どっちかにはね、湧いてるはずなんで、なんか、今、ちょうど味方さんが、塀の裏でスカブを発見したとかって、報告いただいたんで、それちょっとね、様子見ながら、行こうかなと思います。開いてるね。右っぽいな。で、一応ね、この草むらもね、隠しなんで、これもね、ちょっとね、案内して。でね、大きいマスのやつなんでね、結構ね、いいもの当たります。ロックアーマーとかも出ますし、主にスリックとかですね。本家はどうだったかな？ちょっとわからないんで、まあ、とりあえずね、特に何も起きなかったんで、このまま帰ろうかなと思います。何回か死んだんでね、お気に入りの武器がだんだん減ってきてるんで、また補充しなきゃいけないって感じですね。ということでね、無事、銅の時計持って帰れましたので、今回はね、こんな感じで終わろうかなと思います。ということでね、以上、堀でした。2体倒してますね。最初のやつ2体とも私がキルできたってことですね。さて、以上、いいでした。